あ、麻雀セットはまだもらってないけど。で、麻雀セットあってもさ、うち家に一人だからさ、誰か麻雀できる人呼ばないと。麻雀できる人ってなかなかな、なんかアプリではできるけどっていう人多いんだよね。ガチでできる人はポヨとラデンと、あ、リリカちゃんもできんだ。へえ、手積みできるってこと？でもね、うち点数数えらんないから、コヨは必須かもしれん。点数、そう、点数計算が難しいんだよ。ルイちゃんもできんだ。ポボキはね、聞いたときに、アプリでだったら、みたいな感じだったな。まあ、でも、やろうと思えばできる。アプリで打てんだから、アプリで打てんだから慣れたらできるっしょ。まあね、こんな話もしてますけどね。できるかどうかわからないです、正直。あー、ボタンか。シシロンとは、なんかぶっちゃけ、なんか会うとめっちゃ話盛り上がんの。なんか、シシロンとは、なんか結構二人で会うと、わーって喋ってギハハって笑うこと多くて楽しいんだけど、なぜかコラボっていう話にはならないね。なんでだろう。確かに二人でゲラだからかもしれない。まあ、でもね、たまに一緒に遊びに行ったりとかしてるからさ、みんなには見えてないところで。ちょいちょい会ってんだよな。ゲラ同士ってどうなんだろう。なんかコロネも結構ゲラで、うちコロネと配信するとめちゃくちゃ楽しいんだけど、コロネと配信すると通常の配信の2倍ぐらい体力持ってかれるのね。すごいさ、すごいコロネのことをめちゃくちゃ突っ込むし、おーいみたいなテンションでいくし、で、コーネもさ、みおしゃみおしゃみたいな感じになるし、で、うちがギャハハハって笑って、みたいな感じで、もう、体力めちゃくちゃ持ってかれるからさ。だからめちゃくちゃ楽しいんだけど、じゃあ毎日コラボできるかと言われると、体力持ってかれすぎてそれはきついかも。週1ぐらいなら全然あり。そう。あ、まあそうだね。なんとかちゃんとなんとかちゃんが絡むのが見たいっていうのは、それはそうなのかもね。それはそうかも。まあでも意外と、まあ確かに、表で全絡みを見せるわけにはいかないからな。なんか意外とね、なんか、こう、直接会ったりとか、裏で、チャットしてたりとかはしてたりするんだけどね。あ、メンバーシップありがとう。いや、そうなんだよ。でもさ、すべてをさらけ出すことは無理じゃん。あ、そういうとこ難しいよなって思うよね。ミオシャがコラボしてみたい人。うちさ、ホロライブのメンバー、分け隔てなく割と全員好きなの。なんか最近特にそうで、さっきなんかゆるとつまちしようかなって言ってたのも、なんか全メンバー話せるなって。全メンバー、楽しくお話できるなって思ったからなんだよね。っていうか話してみたいって思ったから、まあそう、ホロライブが好きなのかも。なんか誰か、誰と話してみたいか難しい。コラボしてみたいか、わためとか。一面じゃないメンバーだもんね。一面じゃないメンバーだと、メルメルとか。なんか結構、うちさ、メルメルの、なんか、ちょっとこう、天然、いや、天才ぶりに、なんかちょっと、いいなと思ってて。この間、ミステリーレコードの、3人で、トアとメルメルと3人で配信した時あったやん。その時に、なんか、スタジオに集まって配信したの。で、その時にさ、メルメルがね、あ、なんか、その、現場にいたスタジオで、カンペとか出してくれるみたいな人いて、その人に、トアが、なんかもし配信中、なんかわかんなくなってやばいみたいな感じになったりしたら、どうやって SOS 出せばいいですかみたいな。
こと言ったらで、なんかそれでちょっとなんか、どうしようかなってなったのよ一瞬。どうしようみたいな。なんかそしたら、メルメルが、なんて言えばいいの、肘と肘をくっつけて、こう、手で Y を作って、やばいの Y でこれでどうでしょうって言ったの。肘と肘をくっつけて、こう、手で Y をね、Y の上の部分を作って、やばいの Y、これでどうですかって言って。でもなんかそれ、さりげなくスルーされたの。で、なんかおもろいなって思ってて、で、そしたらなんかさりげなくスルーされた後に、あ、そうか、Y だから、こっちかって言って、あれあるじゃん。YMCM のさ、腕を上に立ててさ、あの Y を表現する、あ、こっちの Y かみたいな、これの方が Y はいいねみたいなこと言ってて、なんかなんだこいつと思って面白すぎるだろうっていう、天才すぎるな。ちょっとそれでちょっとおもろくて、ずっと一人でさ、でも完全にスルーされてんのにさ、なんかそれずっとなんか一人で考えてて面白いなって思ってた。難しい、なんか本人は本気で言ってる部分もあるから、なんかそこは難しい部分で、なんかボケてるのか本気なのかを見極めながら突っ込まなきゃいけないっていう、ちょっと難しさはあるんだけど。またスプレーやりますか。ちょっと左手軟骨の影響でスプラはもう二度とできない体になってしまったかもしれません。たまにちょっとマリカを練習したりとか、なんかね、感覚忘れないようにちょっとやったりとかするだけでもうちょっと痛い。もう左手の親指はもう限界が来ているかもしれません。手術する予定はあるか。ないです。最近石買いましたか。あのね、石に関しては一段落した。もう欲しいなって思うものがないというか、なんか今までなんかこう集めてたものは、こういう石が欲しいっていう目的があって集めてたんだけど、今もうこういう石欲しいなっていうのあんまなくて、まあ、全部買い切ったわけじゃないんだけど、なんか一段落、一満足したって感じです。はい、コンプリートしたっていうのもなんかちょっと違うんだけど、なんかね、多分ね、欲しいって言い出したらキリがなくて、もうすんごい量になっちゃうのよ。だから満足させたって感じですかね。